我々の今まで見てきた世の中っていうのには非常に矛盾と嘘がある。その矛盾と嘘をそのままにしとくと何が起こるかって限界が来てるんです、人類の。だからここでリセットしなきゃいけんねっていうのがね、始まってるんです今。ご存知のようにヨーロッパ見てごらん、もう銀行政府バラバラになってきて、ウクライナ問題、経済リセットの問題、金融リセットの問題、もうあらゆることでヨーロッパとアメリカは苦しめられて、今完全にもうギブアップの一歩手前まで来ています。我々の日本にも来るんですよ。でも日本は最後。なんで最後なんでしょうね。鍵はですね、